最高の食べ物、キムチ。のどかな午後、ポロロと仲間たちが公園で遊んでいます。みんな、おはよう。ルピー、やあ、ルピー。いらっしゃい。みんな、明日うちでホームパーティーしない？パーティー、わーい、面白そう。でね、みんな、各自一品ずつ持ち寄って集まるのどう？オッケー。僕らの腕の見せ所だ。クランクラン。私も腕を振るわなくっちゃ。エディは準備しなくていいのよ。ねえみんな。クランクラン。なに？私の料理に文句ある？見てなさい、一番おいしいもの作ってみせるから。おー、ペティ。次の日の朝、ペティがパーティーに持っていく料理を作っています。さて、そろそろできるからね。まずい、なにこれ。また弾かれちゃう。こんな時魔法が使えたらいいのに。そうだ、トントン。魔法で美味しい食べ物を作ってほしい。ねえ、お願い。このままじゃパーティーにも行けないよ。よし、せっかくだから美味しくて体にもいいものを作ってあげよう。本当？さすがトントン。じゃーん、クリクリトントントン、クリクリトントントン、出てこい、やっ。あれ、まさかこれ。もう一度、クリクリトントントン、クリクリトントントン、出てこい、やっ。さあ、この中に入ってるよ。今度こそ間違いないよね。もちろん、これを持っていけば間違いなくみんなびっくりさ。ありがとう、トントン。一体どんな食べ物が入っているのでしょう。しばらくしてポロロと仲間たちがルピーの家に集まりました。わー、みんな準備してきた。僕たちお菓子焼いてきたよ。クランクラン。うわー、おいしそう。へへ、僕らは甘い飴作ってきたよ。ロリーと僕はイチゴジュースを作ったよ。わー、みんなご苦労様。ペティ、手に持ってるものは何？ああ、これ驚いちゃダメよ。本当に美味しくて体にいい食べ物が入ってるの。まさか。あんたたち一体どんな食べ物なの？早く見せて。じゃあ、最高の食べ物を紹介します。なにこれ。変な匂い。真っ赤だよ。美味しくて体にいいんじゃないの？そうだ。それはどうしよう。あら、これキムチじゃない。ペティ、本当に体によくて美味しいもの持ってきたのね。これが体によくて美味しいの？キムチは韓国の伝統食で、私たちの体に乳酸菌がいっぱいで、悪い病原菌から私たちの体を守ってくれて、とっても美味しいのよ。そうなんだ。クランクラン。でも少し辛い？私に任せて。クッキングプリンセスルピー。美味しい料理栄養いっぱい、クッキングプリンセスルピー。わー、今日はどんなお料理かしら。じゃーん、キムチチャーハンです。キムチとご飯を美味しく炒めてみたの。わー、美味しそうな匂い。よし、食べようか。いただきます。おいしい。ルピー、これ本当にさっきのキムチなの？ちっとも辛くない。そうよ、ペティのおいしいキムチで作ったチャーハンだもの。さすが、すごいよペティ。あんたたち、さっきと態度が違ったよ。ポロロと仲間たちはペティのおかげで美味しくて体にいいキムチを知りました。